はい、こんにちは、しあすかです。今回は心の平安を邪魔するものというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。幸せとか幸福っていうのはですね、まあ、言葉では言い表せないと思いますし、まあ、100人の人がいたら100通りの幸せとか100通りの幸福というのがあると思うんですけれども、幸せっていうのを心の平安とか幸福っていうのは心の平安だというふうに感じている方も多いのではないかなというふうに思うんですね。まあ、毎日毎日心に平安を感じながら生きられていたらそれは幸せであるとか、毎日毎日心に平安を感じながら生きられていたら幸福であるというふうに思っていらっしゃる方も多いのではないかなというふうに思います。でそうした時に、じゃあもし心に平安を感じられないとしたら、その一体原因は何なんだろうということなんですよね。で 99% の方が、例えば人間関係、あの人からこういうふうに思われている、あの人からこういうことをされているから自分は心に平安を感じられないんだというふうに思われる方もいるかもしれません。もしくは物ですね、自分が欲しい、例えばお財布だったりバッグだったり洋服だったり、まあ、そういったものが手に入ってないから自分は心に平安が感じられない、逆にそれが手に入ったら心に平安が感じられるんじゃないかなって思う人もいるかもしれません。もしくはお金っていうふうに思うかもしれないんですよね。今はお金がないから心に平安を感じられない、きっと十分なお金が手に入ったら心に平安があるんじゃないかなっていうふうに思われる方もいるかもしれません。もしくは時間っていうふうに考えるかもしれないですよね。今は忙しくてとにかく毎日に追われていて時間がないと、もし余裕のある時間が作れたら心に平安が訪れるんじゃないかというふうに思われている方もいるかもしれません。で今回結論を言うとですね、そういう人間関係、他人ですよね、とか物とかお金とか時間、こういったものが心に平安をもたらすものではないということなんですね。これは意外な感じがするかもしれないんですけど、そういう自分の外にあるものが自分の心の平安を邪魔したりもたらしたりするってことはないんですね。例えばもし人間関係、誰か、例えば会社の上司とか、もしくは奥さんとか旦那さんとかお子さんとか、何か他人のせいで自分の心の平安が邪魔されてるって思う方はですね、自分の外に原因を求めてるんですね。例えばある人との人間関係が良くなれば心に平安があるんだけど、悪くなったら心の平安がないっていうのは結局心の平安が得られないんですよね。なぜかって言ったら、一時的にその人との関係が良くなっても今度はその関係が悪くなるんじゃないかっていう不安があるから、やっぱり平安がないわけなんです。物も一緒ですね。物も何か手に入れたと思ったら今度はその物がどん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 価値が失われていくんじゃないかとか、なくなってしまうんじゃないかとかね、っていうふうに感じると、やっぱり心の平安っていうのはないわけです。お金もそうなんですね。今自分はお金がないから心に平安を感じられないって思う人は、今度は得たお金を持ったらですね、今度はそのお金をもう一回同じ金額持つことができるだろうかとか、もし使ってしまってなくなった後大丈夫なんだろうかっていうことで、やっぱり平安はないわけです。かのロックフェラーでさえですね、もう世界の中でも超資産家のロックフェラーでさえ、お金のことで不眠症になったというふうに言われているわけですけれども、持ってるお金の金額は関係ないんですね。仮にお金を持ったとしても、そのお金を今度は失うかもしれないっていう新しい不安が出てくると、やっぱり心に平安はないわけです。時間も一緒です。時間も今忙しいから平安を感じられないっていう人は、もし本当にまとまった何もしない時間を与えられるとですね、今度は何かをやってないことに対して不安を感じるんですね。そういうその人とか物とかお金とか時間みたいに、自分の外にあるものが自分の心の平安を邪魔しているわけでもなければ、それら外にあるものを手に入れたからといって心に平安が訪れるわけでもないってことなんです。
では心の平安を邪魔するものは何なのかって言ったら、自分の内側にある何かなんですよね。外にある人とか物とかお金とか時間ではなくて、自分の内側にある何かが邪魔をしているわけです。で、その答えっていうのは劣等感なんですね。自分は劣った人間なんだと、自分はダメな人間なんだっていう、その思いっていうのが実は心の平安を邪魔してるんです。要するに劣等感っていうのは自分の心の中に穴を開けてるんですね。で、その穴は自分の内側に開いている穴なのに、外の何かで埋めようとして一生懸命頑張ってしまうわけです。で、それでは絶対埋まんないんですね。原因ではないからです。外は原因ではないから、心の内に穴が開いているものを外の何かで埋めることはできないんですね。心の内に開いている穴は心の内で埋める必要があるわけです。ってなった時に、自分自身っていうのは劣等感を与えられてしまっていて、自分は劣っている人間なんだと、自分はダメな人間なんだと、それで結局自分自身それを晴らすというか、そうではないと、自分はダメではない、劣ってないっていうのを一生懸命証明しようとするために、例えば人間関係で競争したり、物を手に入れようとしたり、お金を稼ごうとしたり、もしくは時間をなんとか確保しようとして一生懸命こう頑張ってるという状態なんですね。でも最初に言ったんですけど、それらを得ても決して心の平安っていうのは訪れないんです。なぜならそれは原因ではないから、ね、内側で開いている心の穴を外のもので埋めるってことはできないんですね。内側のものは内側から埋めていかないと解決しないわけなんです。ってなった時に、自分はダメな人間なんだ、劣ってるんだという思いが、何か目に見える外側のものを一生懸命手に入れさせようというふうに働いて、そしていつもなんか心が穏やかでいられないということが起きてくるわけなんですね。で、今回は心の平安を邪魔するものっていう、その根本の原因は実は外側ではなくて内側にあって、それは劣等感なんだというところまでお話を聞いていただきたいというふうに思います。で、別の動画でですね、じゃあ、原因が劣等感だって分かった場合、その劣等感というのはどうやったら克服していくことができるのかっていうのは、別の動画でまた回を改めてお話をしていきたいと思いますので、よろしければそちらもご視聴ください。はい、ということで今回はここまでになります。今回の動画をご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。もし、この動画があなたの何らかの気づきにつながったということであれば、ぜひグッドのボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。市場が現在がら空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です、これを見てください。67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット 1Google AdSense と提携しているので、ビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、
全期間の再生回数278万1252回、金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。 YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートを出しじゃー。